いよバンクーバーを目指すシーズンが本格的に始まります。ショートプログラム1位鈴木明子の登場です。曲はミュージカルウエストサイドストーリー。はい、決まりました。トリプルルッツダブルとコンビネーションです。続いてもコンビネーションジャンプを予定しています。練習ではね、ダブルアクセルトリプルトーできてるんですけど、ちょっとやってしまいましたね。この3回転は決まりましたね。はい、ですね。すでに7月の福岡、そして8月のニュージーランドの大会で優勝しています。万全の調整で本格的な今シーズンの開幕戦に臨んでいます。このスパイラルも優雅ですね。そうですね、しっかりレベルが取れるスパイラルですよ。ここから後半、ボーナスを狙いトリプルジャンプを続けます。はい、トリプルフリップ決まりました。素晴らしい。後半のこの疲れてる時のトリプルルッツ素晴らしいですよね。スピードを意識したスケーティングはジャンプの成功にもつながると話しているように、鈴木明子一つ大きな手応えを掴んでいるようです。序盤のコンビネーションは予定通りいきませんでしたが、後半はきっちりジャンプ決めていますね。そうですね、逆にあそこで無理しないで無難にこうしてくれたことの方が良かったかもしれませんね。その人は見せることもできますのでね、十分これをきちっとこなせばいい結果が出るんじゃないでしょうか。そしてここからは曲調が変わりまして、皆さんをダンスパーティーへとご招待いたします。主人公マリアがダンスパーティーでトニーと出会った時の熱く燃え盛る感情を見事に表現しています。今シーズンの鈴木明子は眩しくて華やかで情熱的なヒロインです。いや、見せてくれましたね。そうですね、去年とまた違った形のね、こうミュージカルで今年はまた違った魅力をあこちゃん出して素晴らしいと思います。はい、はい、実際にミュージカルウエストサイドストーリーの舞台を見まして、鈴木明子選手動きが主人公マリアの気持ちや表情につながってきたという話もしていました。あ、さあ、ショートプログラムでは1位でした鈴木明子。バンクーバーへ向けて本格始動。フリーの得点 118.22、 合計 182.06、 総合で第1位に躍り出ました。驚きの得点です。